はい、どうも、つのきです。というわけで、今回はですね、みんなでバトルをね、今回もやっていきたいと思います。久々のみんなでバトルというわけでね、今回気合を入れてやっていきたいと思います。今回はね、1位をね、獲得していきたいなと思ってる、ほんとに。バンバン1位を獲得していきたいなと思ってる、ほんとに。もうキノコ取られたからもう最悪。今日は災難な日だな。よっしゃー！今日はいい日だな。今日は災難な日だな。さあやっていきましょう。ふざけたコース、なんかいきなりそういうコースが出たらなんか面白いな。というわけでキノピコさんでやっていきましょう。さあ今回どういうコースになっているんでしょうか。ふざけたコースやから、まあふざけてるんでしょうね、とりあえずとりあえずふざけたコースになってるんでしょうね。はいはいいきなりこれで死ぬのは違うって、マジで。いやー結構ふざけてんな、これさ。ちょっとここで待機しといた方がいいんじゃない。ここで待機してファイヤーをゲットして、いやもう結局かい、結局ファイヤー消費するんやったらこれ取らん方が良かったんじゃないかと思いつつも、よし、中間ポイントを取ったのであればいける。よっしゃ、マジか。あ、こんな短いコースやったやん。なんかもっと続くんかなと思った、みんな死んでるからさ。よかった、なんかちょっとゴリ押し感あったけども、とりあえずクリアできたんでよかったです。いいねを押しておきましょう。自分が勝ったコースだけいいねを押す男。さあやっていきましょう。レッツミーノーザトラッチやっていきましょう。あ、これさ、やっていきましょうっていうかさ、音じゃね、あのさ、音楽が流れるやつなんじゃね。これ僕今1位取れてるからいけんじゃない。よし、これこのままいったらいける。ちょっと黙っとくよ。いや多分すごいんやろうけど、うわーマジか、俺が1位やったのにそんなことする。いやあのね、多分すごいんやと思うねん、多分似てると思うねんけどさ、僕さ元ネタがわからん、元ネタがわからん。うわそっちかよ、そっちかよ。でもさ、これまだなんじゃない、まだやからいけるんじゃない。これさ多分FF の音楽やねんけど、僕知らんねんな FF の音楽って。大体やべえ、うわもうほんまそれは泣いて、音楽聴いて感動してゴールするのは青木のピオと。私1位にいましたけどね、くっそー。さあやっていきましょう。マリオズロケット、ロケットか、なるほどね。これは初代かな、初代のマリオやと思うんやけども。オッケーオッケーオッケー。え、もうそこやん、すぐそこやん、すぐそこや、すぐそこ。オッケーオッケー、行こう行こう、オッケー、よっしゃーこんな短いコースあります、こんな短いコースあります。そしてマリオ、お前はそこで諦めてしまったんか。もうゴールしても意味ないやんと思ってそこでやめたっていう感じね。いやー今のは気持ちが良かった、もうロケットとか関係なかったや、私は勝てたから良かったですこのコースまあ確かにロケットもね、完成度高かったから良かったね。さあやっていきましょう。好きか嫌いか、やゆよらりれろさんのコースです。スタンダードみんなでバトルというわけでやっていきましょうか。さあ今回はどういうコースになっているんでしょうか。楽しみではありますが、いやもうこれやばくない？いやラグもすごいけどさ、このコースのさ、存在感というかなんというかがすごいな、もう。え、これ地味にさ、行きたかったら、このコース普通に挑戦したかったけど、ちょっとラグがすごすぎて、さっきもラグがあったからさ、多分オクラリになってると思うけどさ、いや、ここのはえげつない、ここのラグはえげつない、3、2、1が始まる気配が全然しない、全然しないから、これは多分オクラ入りだ。と思わせといて、3、2、1が出たから、ここ短いコースならばできますね、と思いつつ、お疲れ様でしたと、青木のピオさんはギブアップしましたけども、これはこのまま行きたい、誰かがさ、ラグがさ、発生せんようにしてほしいなと思いつつも、ほんとに、あか、マリオとかがさ、キノピオとかがさ、落ちればさ、もしかしたらさ、軽くなるのかもしれない。ほんとに、これ多分外国人とさ、多分、ね、あるよね。外国人の回転になってるやと思うけども、いやーもうほんとに、おや、頑張れ青木ロビオ落ちた瞬間に全然いかへんやんけ、どうやるのほんとそれ。あ、いける、あ、やっぱ青木ロビオか、青木ロビオが原因やったんか。あ、あ、いけるいけるいける、これ大丈夫ちゃう、うわ、マジか。あ、これなんか、うわー、わからん、もうこのまま突き進むしかない、いける、よーしよっしゃラグが発生しつつクリアする感じ、諸行無常のリズムに合わせてワンツーステップで女子力上げるんや。なんで急に脳症炸裂ガールを歌ったんかわからんけど。さあやっていきましょう。ビルダーおはるぼうさんのコースです。ビルダーマリオのままゴールすればいいっていうことですね。あのクリア条件があるんで、まあこれビューマジか、そういう感じね、ビューとか初めて言ったわ、こんな言葉ね、ほんとに。いやーこれビルダーでいいからあかんから、これむずっ、そういうことか、うわー、とってもだ、とってもだ、とってもだ、待って、どれや、ビルダーのままでよかったんや、ビルダーのままでよかったから、オッケーオッケー、こういって、うわ、最悪、
うわ最悪マジか。あこれ誰も行ってなくない？ちょっと待って、ビルダーを取ろう、ビルダーを取ろう、おいビルダーを取ろう、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 オッケー、よし行け行け、うわーくそ、このコース面白い、だがこのコース面白い、行けるんじゃない？よっしゃここで行けたらめっちゃ楽しすぎる。あーこれ面白いコースやな。アイテムこうやってさずっと無限に振ってくいて、でそのままゴールするっていうのは面白いね、斬新で、僕すげーここは面白いコースやなと思ったんやけど、あーよかったですね。ここでさもっとさ難しくすればさ余計に面白いコース作れそうやね。いやありがとうございました。はい、というわけで今回はねみんなでバトルのねゲームをやりました。というわけでね、すごい面白いコースでいっぱいでしたね。今回も最後は連勝なんかもしたりしてね、すげえ楽しかったです。というわけで今回は、このぐらいしていきたいと思います。めっちゃ神神やわ。ゾノキでした。チャンネル登録ご用意がよろしくお願いします。今回ご視聴いただきありがとうございました。はい。登録してください。